追浜駅は神奈川県横須賀市追浜町三丁目にある京浜急行電鉄本線の駅である。駅番号は KK54。横須賀市の駅としては最も北に位置する。相対式ホーム2面2線を有し、京城駅舎を持つ地上駅である。東西に出入り口があり、東側はペデストリアンデッキに接続し、国道16号に面する。西側には、 湘南病院に通じる階段がある。エスカレーターは、バス折り返し場脇の入り口とコンコースの間に1機、各ホームとコンコースの間に2機設置されているほか、ホームとコンコースを連絡するエレベーターも設置されている。駅構内で、線路は大きくカーブしている。2018年11月19日から、横浜 DNA ベイスターズの球団下である。 熱気星たち用をアレンジしたものを接近メロディとして使用している。これは、同級団と京浜急行電鉄及び、横須賀市による、同級団のファーム施設、ドック・オブ・ベイスターズ横須賀が、追浜公園内に新設されることに伴って、締結された連携協定の取り組みの一環として行われたもので、同年11月23日に横須賀スタジアム等で、 開催された、横浜 DNA ベイスターズファンフェスティバル2018の開催に合わせて変更された。メロディは、スイッチの制作で、編曲は塩塚博が手掛けた。2020年度の1日平均乗降人員は32,213人で、あり、京急線、全72駅中12位。海徳通貨駅の中では、平和島駅に次いで2番目に多い。 近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は下記の通り、駅前市街地が広がり、商業施設が集まる。東側の東京湾岸には大規模な埋め立て地があり、工業地域として使用されている。京急バスにより運行されている。各路線についての詳細は、京急バス、追浜営業所、京急バス堀内営業所を参照。ありがとうございます。